いただきます。はい、では、まずですね2位の方から表彰いきます。惜しくも敗れましたけども、ディーホリックの皆さんにはですね、まずはセカンドプレスのボードが送られます。受け取ってください。そしてジャパンの生徒ボリューム23ファイナルのタオルが3つ分送られます。いい汗をねいっぱい拭いて使っちゃってください。おめでとうございます。そして最後はこちらです。10月の2日開催です、キャットミュージックカレッジコレオグラファーフェスティバルへのご招待券、みんなで見に来て騒いでください。ではディーホリックの皆さん、前を向いて一列で並んでください。では代表者誰か1名ここでいいかな。はい、じゃあマイクをもらってください。本日は第2位です。まずは皆さん大きな注目ください。では一言、今日のバトル振り返っていかがでしたか。悔しいんですけど、とても楽しかったので結果はあれですけど、楽しかったんで良かったと思います。なるほど、クルーみんなで高め合いながら楽しめました。はい、なるほど。で決勝戦は同じね高校同士になりましたけど、その辺は選考会で負けているので。あ、なんかそんなのあった裏事情、そんなのあったよ。なるほどな。めっちゃリベンジしたかったんですけど、もう負けてしまってめっちゃ悔しいです。なるほど、また次選考会でぶちかばして、でさらにこのイベントでチャンピオンの座に抱えていただきたいと思います。本日第2位です。ディーホリックの皆さんに大きな拍手をお送りください。お疲れ様でした。それでは続いて本日チャンピオンに輝きました上宮健二の表彰に移らさせていただきます。まずはウィナーの証といたしましてウィナーボード送られます。受け取ってください。誰か代表してもらっちゃってください。おめでとうございます。大きな拍手。そしてジャパンダッセルのボリューム23ファイナルのタオルが人数分送られます。続いて10月2日開催キャットミュージックカレッジコレオグラファーフェスティバルでのご招待券、みんなで来てね。そして最後はこちらです。優勝のトロフィーおもそだ送られます。受け取ってください。こちら一列に並んでください。誰か代表者、誰か喋る。はいはい、はい、まずはおめでとうございます。大きな拍手を。 ありがとうございます。どうですか、優勝しました。今のお気持ちを率直にお聞かせください。めっちゃ嬉しいです。なるほど、そんだけ。じゃあさっきも言ってたんですけど、選抜みたいなのをして、チーム組んでたんで、なんかちなみに選抜では優勝。あ、選抜っていうか選考会。選考会で優勝した。あ、僕は違うんですけど。あ、違う違う、ごめんね。なんか7人、上位7人みたいなのが決まって。あ、なるほど。それで出たんですけど、やっぱりなんか選ばれたからにはなんか頑張りたいなみたいな思ってたんで、なんか決勝で同じ高校と当たって、なんか、なんか負けたくないなみたいな気持ちが強かったんで、勝ててよかったです。なるほど、今日ねまた多分いろんなところと初めてやったところもあるんじゃないですか。あ、はい、いかがでした。なんかみんなパッションみたいな全開で、なんかめっちゃ押されてたりしたんで。なるほど。なんか結構焦ったりはしたんですけど、よかったです。予選の方がね3位通過、はい、で、ちょっとこれやばいなとか感じました。あ、そうですね、ちょっとうわーとか思ったんですけど、最初で緊張してたのもあったんで、なんか最初終わって、3位かと思ったんですけど、ここでやってたら、ちょっとだんだん乗ってきたかなみたいな。チャラそんなことはない。で、まあ高め合いながら自分たちの踊りで来る感も出せました今日は。あ、なんかチームワークが結構良かったんで、なんかめっちゃ良かったなって思います。なるほどね、チャンピオンに輝きましたんで、これをね皆さんで分かち合ってください。はい、本日は優勝おめでとうございます。上宮健二でーす。それでは上宮健二ちょっと荷物の方をね
タッフに預けて最後万歳して終わりたいと思いますんで、スタッフの方に預けてください。はい、じゃあこの辺で横一列並んで手をつないでいただければなと思います。はい、それでは皆さん一緒に戦いました仲間です。大きな拍手をね、あげていただければなと思います。本日行われましたハイスクールオールスタイルクルーバトルファイナルカードを制して本日のチャンピオンに輝いたのは上宮健二、おめでとう。大きな大きな拍手を送ってください。本日第1回目のチャンピオンです。さあ、というわけで本日ね、このような結果となりましたけども、出てくれましたダンサーの皆さん、健闘をたたえ大きな拍手を送ってください。ありがとうございます。そして、中町はですね、審査を務めてくださいました審査員の4名の皆さん、お疲れ様でした。大きな拍手を。そして DJ リーグ DJ センス、お疲れ様です。ありがとうございます。いい音ありがとうございました。というわけで本日行われましたハイスクールオールスタイルクルーバトルはこれにて終了となります。またね、いろんなイベントで皆さんとお会いしたいなと思います。本日のお相手は MC 達也でした。ありがとうございました。